皆さんこんにちは。今回紹介するのはタレントのゆうかさんです。ゆうかさんといえばグラビアアイドルから女優へと転身し、現在はタレントとして数々のテレビ番組で活動しています。そこでゆうかさんについてこれまでの経歴や私生活に迫ってみたいと思います。ゆうかさんは1980年6月27日生まれ、東京都あきる野市の出身です。ゆうかさんには7歳上の姉と5歳上の兄がおり、3人形式の次女として生まれました。ゆうかさんは芸名で、本名は青木ひろこさんです。1997年3月27日、ゆうかさんが高校2年生の時に池袋駅近くの P- パルコ前でスカウトされました。胸の大きかったゆうかさんはデビュー当初はホリプロ初のグラビアアイドルとして話題となりました。デビューから各種雑誌の表紙などを席巻し、癒し系アイドルとして人気者になりました。また芸名であるゆうかは一般からの公募で決定したそうです。当時はってゆうかという言葉が若者の間で流行っており、ゆうかさんのイメージにもぴったりということでこの芸名に決定したそうです。ゆうかさんがグラビアで成功したことにより、ホリプロはゆうかさんの妹分として翌年に堀越のりさんをデビューさせるなど、積極的にグラビアアイドルを売り出すようになりました。1998年には当時のホリプロ所属のアイドルらとユニットハイピーを結成し、ゆうかさんは2代目リーダーも務め、2002年に卒業しています。2000年からはグラビアアイドルを引退してタレントや女優などとして活動します。2003年から2012年までは王様のブランチの女性 MC を務めていました。実はゆうかさんの希望で王様のブランチの MC を卒業したそうです。ゆうかさんはタレント業をこなすだけでは芸能界で生き残れないと考え、女優業を本格化させようと思い卒業を決断したそうです。その後ドラマや映画で主演を務め、2014年には三谷幸喜の舞台「酒と涙とジキルとハイド」にも挑戦します。意外にもゆうかさんは子どもの頃はとてもおとなしく内気な性格だったそうです。芸能活動を始めてからもあまりガツガツしたところはなく、癒し系と言われていることから子どもの頃から性格が大きく変わったというわけではないのかもしれませんね。私生活ではゆうかさんは NHK 木曜時代劇「近江門」での共演を機に交際していた俳優の青木宗隆さんと半年の交際期間を経て2016年6月27日に結婚し、7月27日に明治神宮で挙式しました。2019年11月20日に第一子妊娠を発表し、2020年3月9日放送の「Q様」で産休入りを報告しました。そして4月27日に第一子を出産し、11月9日放送分から「Q様」に復帰しました。現在は俳優の青木宗隆さんと幸せな結婚生活を送っているゆうかさんですが、過去にはさまざまな男性遍歴があります。気になるゆうかさんの歴代彼氏についてご紹介していきたいと思います。1人目は岡田准一さんです。ゆうかさんが19歳の頃初めてフライデーされた相手が V6 の岡田准一さんです。車の中での熱いラブラブな様子が激写されましたが、双方熱愛については否定しました。岡田准一さんの車で2人は濃密な時間を過ごし、後部座席で2人が寄り添う様子がスクープされました。そばから見れば誰しもが交際関係である様子だったようですが、双方ともに交際関係を否定しました。それ以降は目立った噂が出ることはありませんでした。2人目は松本人志さんです。ゆうかさんは松本人志さんとのディズニーシーでのデートが目撃されています。ゆうかさんと松本人志さんとの間柄は有名でした。特に松本人志さんがゆうかさんにぞっこんだったようです。ディズニーシーでのデートでは松本人志さんがテディベアのぬいぐるみをゆうかさんにプレゼントするなどデレデレだったそうです。年上好きなゆうかさんは空手をたしなむ父親の影響が強く、
細マッチョがタイプです。松本人志さんの肉体改造の動機も優香さんだと言われました。3人目は志村けんさんです。優香さんは志村けんさんの大のお気に入りということで番組にも多数出演していましたが、恋人という間柄ではないようにも感じます。優香さんはデビュー直後から志村けんさんに気に入られ、志村けんさんの冠番組や人気特番志村けんのバカ殿様シリーズの常連で、恋人説が根強くありました。しかし優香さんの結婚で恋人説は収まりました。4人目は妻夫木聡さんです。同じホリプロ所属の優香さんと妻夫木聡さんは仕事で顔を合わせるうちに自然な流れで交際がスタートしたと言われています。2004年に2人の車中デートが報じられ、左手薬指にお揃いの指輪をしており、デパートの家具売り場でソファや食器を選んでいるラブラブな様子が目撃されていました。優香さんは自身の母親が19歳で結婚していることもあり、誰よりも結婚願望を強く持っていました。妻夫木聡さんは結婚も考えていたのですが、ドラマに引っ張りだこの超多忙な時期で、優香さんも大河や CM 出演など多忙を極めていました。そんな中、2005年に妻夫木聡さんと柴咲コウさんの深夜密会がスクープされました。妻夫木聡さんはドラマ共演がきっかけで友人になっただけと浮気を否定しましたが、2006年にも柴咲コウさんとのデートが発覚し、優香さんとは破局してしまいます。優香さんの妻夫木聡さんへの思いが強すぎるあまり束縛がきつくなっていったことも破局の原因とされています。さらに同じ芸能界に優香さんの元彼がたくさんいたことも、潔癖症の妻夫木聡さんが許せなかったとも言われていました。5人目は山中沙和夫さんです。山中沙和夫さんはロックバンドザ・ピローズのリーダーです。優香さんは以前から山中沙和夫さんのファンで、そのことがきっかけで交際がスタートしました。優香さんは親しい人に山中沙和夫さんを紹介していたのですが、結婚願望が強い優香さんに対し、山中沙和夫さんはミュージシャンだから結婚するつもりはないと言っていたそうです。4年という長い間交際していたのですが、結婚観の違いから破局していたようです。別れる時も喧嘩別れではなく、今でも友人として交流があるそうです。癒し系で人気の優香さんですが、実は意外な性癖があると言われています。最初のお相手の岡田准一さんと深夜路上に止めた岡田准一さんの車の中で、2人が上になったり下になったりしながら1時間半ほど過ごした場面が写真週刊誌にキャッチされています。さらに妻夫木聡さんともこんなシーンを目撃されました。2004年2月に人目を避けるように車の後部座席に乗ってドライブデートを楽しんでいる途中、何度も身を乗り出して運転席の妻夫木聡さんとディープキスを繰り返していたのを見られています。さらに彼の股間に顔をうずめていたなどの過激なシーンも確認されたようです。優香さんは密室状態で男と二人きりになるとイチャイチャせずにはいられなくなってしまうようです。癒し系な優香さんですが、意外な性癖があるのですね。優香さんはグラビアアイドルとしてデビューし、癒し系アイドルとして人気でしたが、現在はタレントとして活躍しています。これからも優香さんから目が離せませんね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。それではまた。